皆さんこんにちは。今回は弟のルイと地元のね湘南の河口でセッションをやっていこうと思います。で今日はね波のサイズがかなり小さいんですけど、どう小波は最近こんぐらいの小波はもうロングとか乗っちゃうからショートあんまやってないんですけど、まあ、とりあえず乗れればいいかなって感じ。そうだねあでも形はなんか良さそうだから、まあ湘南はね自分たちの地元は小波がほとんどなんで、まあ、ちょっといつも通りの、まあ、風景を今日は見せられたらと思います。それではやっていきたいと思います。で今日は僕から海入るんですけど、今日はね最近乗っている CHP の PU の小波用のボードでやっていきます。でスワローテールで幅もかなり広いんで、まあ、今日はね結構波小さいんですけど、波に乗ってしまえば、まあ、幅が広い分安定感とかもあるんで、結構ねアップスとかのスピードも速いと思うんで、ちょっとそこら辺も見てほしいなって思います。でねゴールデンウィーク明けて初の多分ロンスプでやるんで、ちょっとオフがね意外と思ったより強いんですけど、まあ動きまくって今日はセッションやっていこうと思います。ルイのボード紹介お願いします。今日は小波用の板で、これ長さが5、7で幅がいくつだったかな、18と
8分の7。まあちょっといつもより広めの幅で、まあ小波向きな感じかな。テールもウィングスワローで、幅が広い分テールで結構シュッと絞って、なんかピン抜いた時とか結構調子いい。まあターンもできるしリップも調子いいって感じです。 OK です。フィンは使ってる。フィンはフィリーペのエアコア、これはミディアムですね。最近はこれ使うことが多いです。メーカーはゼブラサーフボード、ゼブラのニューロゴっすね。前は Z だったんですけど、新しくシンプルのロゴになったんで OK です。これで行ってきます。はい。 So the dangerous group, the groups that we're dealing with now.